核兵器廃絶への道。伊能忠敬と年金制度。伊能忠敬は55歳で、日本地図作成のために全国を回る、測量の旅に出た。全盲の学者、花輪保喜一が、軍書類従666冊を完成させたのは74歳。葛飾北斎の絶筆ともされる、藤越龍は89歳の作という、高齢社会の現代から考えても頭が下がる。年金制度は、長生きしてしまう、リスクに対する保険だ。そして、かつて定年退職が55歳だったのは、平均寿命が70歳だったからだ。すなわち退職後は15年の余生を過ごして亡くなる、という計画だった。しかし、平均寿命の予想外の延伸により、定年退職後の余生を30年も過ごしている人が少なくない。これでは、年金制度が改悪せざるを得ないのも頷ける。税金はいただくものではなく、納めるものだ。年金なんていらない。失礼なことをするなと言ってくれる高齢者が増えていって、欲しいものだ。日本人への平和教育は無駄。道徳で十分。20歳で被爆した、坪井忠さんは60歳で教員を退職する際に、あんたは平和教育から逃げちゃいかんと言われ、広島の被爆者団体役員を引き受けた。ピカドン先生を名乗って生徒に体験を語ってきたが、本格的な運動に取り組んだのはそれからだった。日本人を平和教育しても、無意味だ。日本は1万年前から、平和国家だからである。縄文時代の貝塚や遺跡から、外傷が死因と思われる遺骨はほとんど見つかっていない。少しあるのは当然で、それは事故による死ではないかと考えられている。むしろ平和教育をしなければならないのは、大陸国家の人々だ。彼らの、こっちがやらなければ、相手からやられるという恐怖感はかわいそうだとも思う。核兵器をなくす方法。20カ国以上を回り、核廃絶を訴えた。2005年の核拡散防止条約 NPT 再検討会議の際、ニューヨークで4万人デモの先頭に立った時が79歳。5年後にも、最後かもしれないという決意で渡米した。核兵器をなくす確実な方法がある。それは、核兵器よりも、殺戮能力の高い兵器が出現することである。そして用済みの戦闘方法は、スポーツになる。柔道や剣道、射撃、馬術、シューティングゲームなどがその典型例である。日本の高校生の平和宣言は、お笑いもの。トンネルの向こうに、明かりを見たのは、オバマ米大統領が、核兵器のない世界に言及した9年、プラハ演説以来、広島訪問を訴える手紙を出し続けた。16年に、広島を訪れたオバマ氏には、91歳の被爆者で、ある、坪井忠ですと語りかけた。広島の高校生らが、被爆や、運動の体験を聞いて4年前に、察し、人間、坪井忠魂の叫びを作った。あなた方が私に聞いたことを誰かに話す。それが一番大事という言葉に、思いがこもる。広島の高校生平和教育は、むしろ平和を遠ざけていると思う。ほとんどの戦争は、圧倒的な戦力差による虐殺だ。ナポレオン軍の戦いや、日露戦争、日米戦争などのガチンコの勝負は、ほとんどないのだ。ガチンコ勝負をするのは、お互いに損で、疲弊した後に、第三国に、両者とも蹂躙される危険がある。この漁夫の利作戦をとって、第二次世界大戦で最大の戦果を得たのが、ソ連共産党と中国共産党である。中田敦彦氏が絶賛する、真心の兵法。真心の兵法に、戦わずして勝つというものがある。麦わらのルフィが、海賊王に俺はなる。と宣言するが、他の人は、それが、どういうものがよくわからない。そして、よくわからないけど、頑張ってと応援することができる。具体的に、海軍の誰々を倒す、七部海を倒すなどと言ってしまえば、若めのうちに摘み取られてしまうのがオチなのだ。戦いを挑むのは、絶対に勝てるという勝算がある時のみにするのが良い。今日は、総選挙の投票と、ハロウィーンが重なった。
もともとは大騒ぎと無縁の鎮魂の行事である。96歳で亡くなるまで、ネバーギブアップを貫いた、坪井さん。その精神を受け継ぐことが、鎮魂の道だろう。